どうもロシングルです。ビートコップ続きをやっていきましょう。20日目かなですね。現場訪問、どこの現場訪問なんだ。おい、遠洋船漁船の便所みたいなのひどひど。ジャパンスキー、まさかお前魚食ってんのか。こんなところで魚食ってんの、なんで魚。すいません、もうすぐ食い終わりましたなぜ魚をここで。タクシーの件は、ああやべ、叱られる。絶好調です、8台分の。こいつすごいな。座れクラウゼ、お前が捜索した数とっくに把握してる。やっべえ、一応1台です。3分の1です。 33% 達成です。いや、そんなこと言われても僕あんまりそういうの関係ないじゃないですか。警察と仲良くないんで。何ですか今日は。ミッション教えて。うわ、多い。切符12枚って。マジか。ああ、それだけ。まあイージーだけど、多分なんか起こるんだろうね。現場検証っていう限りは事件起こるんだろうな。なんで15枚だよ。12枚だよ、ふざけんな。ああそうかよ。え、アダムスキー。あ、そうなんだ、わかった。じゃあ行きまーす、現着。じゃあさっさとね、もう切符が。え、なんだてめえ、切符の方が忙しいんだよ。来る。アダムスキーさん、どうした。なんとかしなければならんかったんだ。え、何。おい、ガバルト、昨日街中でアラブ人を見かけた。そいつが私を見かけてこっちにつかつか歩いてきて、ホロコーストのホロコーストの話をし始めた。あまりに怖くてクソを漏らしそうに。漏れてるよ、パンツ洗いな。そこまで詳細でなくと。それにしてもアラブ人か。爆破事件の話は。君、だから君を、あんたの店を見張っておくよ。爆破される可能性ある。通報、どこかの変態がトラブルを変態が集まる店でしょ。冗談をほどほどに。了解、行きます。どうも。ダーク、どうした、何やってんの。例の映画を見に寄ったのさ。今ウォームアップ中だ。え、ウォームアップ。今日はちょっと遅かったな、おまわりさん。もう出演陣が向かっている最中だ。おい、フロッキー、例の映画は何かの冗談かと思ったんだな。ああ、おう、ムフ、あいつは何してるんだ。嫌な予感。冗談、まさかこの作品はこの先10年で最高のポルノ映画になる。いいね、ニュースの見出しが目に見えるぞ。あのデカブツダークがさらに存在遺憾を放って帰ってきた腹の存在感だけどな。来んの、やばくない、やべえ、ここで始まんので、俺にどうしてほしいの練習してる。おう、う止めてくれ。そうだよ、裏で頼むわ。とはいえ聞き分けがいいね。マティアスの修理工場、あー、そこで撮影すんの、やばくない。あっち営業中だよ。いやいやいやどうにもできないな。香木の剣振りかざすなり嘘を吐くなり。10時半過ぎに到着予定。はあ、何黙ってろ、目を狙いじゃねえんだよやっては見るわ不安。さあ10時半までにマティアス工場で準備を進める。うわー、じゃあもうすぐ行きますよ。この人かな、マティアス。なあ坊主、修理工場からおじさんを呼んできてくれ。1ドルくれよ。なんて時代だでないとお前のおっかさんにあのポスターをじっと見てたって言いつけるぞ。てか現場検証ってそういうこと。何、ブティックで強盗。ちょっと待ってな。うわー、くそ、でゃー、逮捕ー、こんねやろい、こんねやろい。オッケー、片付いたぞ。
頼む、用が。あるんだ。頼むよ。無料整備はもうなしだ。そうじゃないよ。ただでやらせてんだ。もっと真面目だ。いつ始めた？6年くらい。ああ、割とそんな古くないんだね。8年前この場所では残虐な犯罪が行われていた。この修理工場で？ゴロツキは2人いた。1人は特殊性癖の持ち主。もう1人は暗い過去を持つピークを過ぎた変態的な役者。2人はここに1人の娘を連れ込んだ。ヘドが出る。連中は捕まったんだろうな。ああ、だがこれから事件の時系列を調べなきゃならない。そこでこの修理工場を今日の終わりまで使わせてもらう必要がある。なんて言い草だ。今日の終わりまでだって？それ無理だよ。お客さん来るよね。中に入れてあってもいいが、せいぜい数時間が限度。数時間？マジか。わかった。心配はいらない。全員プロだからな。死体安置所並みに沈黙してる。地獄も意外と快適だといいな。というわけで、さて10時30分撮影場所行ってみます。あ、いた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 。へい、おっと、ポルノセレブたちが来たぞ。ヨヨ、着いたよ。時間がない、急いでくれ。駐車スペースをかなり重い機材。わかった、これを。まあとりあえず問題なさそう。リムジンを待つ。あ、やっぱこれだったか。リムジンを待たなきゃいけないのか。何も起こらなきゃいいけど、こういう時に限って無線が鳴ったりするんだよね。リムジンは来るかな。来た来た来た、黄色いリムジン。いかにもな感じだね。黒じゃなく黄色ってのがまた。よし、来たぞ。ここに残って正面を見張ってくれ。あまり騒がないでくれ。俺は刑務所行き気になる。だから誰も入ってこないようにしっかり警備してもらう。ダメ、まずい。ダークのやつもうズボン下ろしてやがる。バカなの。バカなの。ここに立ってればいいのかな。とりあえずここに立ってればいいか。やべ、声が。なんだてめえ、何の台。中で誰か叫んでるでしょ。私は必要、経験豊富な看護婦なんだけど。いや大丈夫だ、こちらは問題ない。ああ、そういうことか。本当に助けを求めてると思ってんのか。やばいやばい、立ち止まらないで、歩道塞がないで。誰にも知らない。本当に。ちょっと音声ギリギリですね。あの男、音を聞いてるとムズムズしてくる。帰れ。あの女の子、誰かにいじめられてるんじゃないか。私が警備してるんだからさっさと行け。あれ、誰、あっちで何が起きてる。ごく標準的な実地調査です。どうか止まらないでください。 いや、うちの車を取りに来た。あなたの車ここにはないよ。いや、ある。ついさっきクラクションが鳴ったじゃないか。黙れ。車を使って市に入ったのか。何も去らないって話だったじゃないか。クラクションになったの、そういうこと。ところでオタクの車は心配する必要はなさそうですね。そうだ、冗談だ、全て冗談だ。失せろ、お前も帰れ。来るな。なんか今日人通り多い。おっぱい見えた、おっぱい。バカなの。でけえ声を出す。ああ、出てきた。またこれか。何やってんのお前。こういう変化もいいだろう。何をやろうってんだ。いいから戻って終わらせてこい。人だかりがやべえんだから。早くしろ。操作、何の話してんだ。あ、バレてる、やばい。さあ、違うんじゃない。警官に見えるけど。あ、あのアパートは行ってった。マジで？すごい、ファンがついてる。本当のこと話そう。誰にも言わないでくれ。本人だ。そしたらサインをもらってきてやる。あー、よかった。嘘つかないでよかったかも。で？ちょっとどうすりゃいいな。あ、来た来た来た。あいつはなんでシャツをあんなに開けてきてるんだ？何かがあったな、このマンションで。何があった？あれ？無視。
へえ、上等じゃん。誰がこう仕切ってると思ってんだよ。黙れ。やべえ、もう一日の半分が終わってる。時間が過ぎるのあっという間だな。これ問題ありすぎだろ。今回やばいね。今日のビートコップは、え、何場所、何の、これでケイ・オブライエンのキャスティングじゃないのか。違う、そもそもなんでそう思った。医学部卒だけどあんなことができるとは思わなかった。向こうの男は医療器具を一切使わずに大腸内検査を行っている。なんだそれ。あ、よう、いたいた、マティアス、会えて嬉しいよ。ふざけてるならよしてくれ。調べ物は終わったのか。今締めに入っているところだ。これから尋問担当官が。待て、今のなんだ、あの喘ぎ声は。やっべー、あーやばい、あーやばいよ。ちょっと待って。本当にちょっと待ってて、見てくるから。あー今重要なところだね。うん、そう、ダーティーサンチェズです。いや、ほんと説明が難しいんだよな、これは。ほんとね、過去のね、事件がね、事件のあれを、そう、一挙一動再現、そう、一滴一滴な、それで事件の解決につながる。あんたらの仕事には敬意を払うが。よかった、信用してくれてる。あと30分、ごめんね、ごめんね。いやー、よかった、いい人。おい、カメラマン、何やってんの。頼むよ、フィルムにあんたの声乗っちまって。知るかよ。持ち物を全部拾っていけ。でなきゃ刑留置場行きだぞ。本当か。うわー、なんか甥っ子が来た。マティアスの心理か。心配するな、実地調査だ。体内調査の間違いじゃないのか。マジでどんだけだよ。お前とそのおじさんはどういう関係なんだ。そのままの意味だ。マティアスとはこういう話をしたことがない。だがお前はあの甲高い声がマティアスの金切り声だと言っている。嫌な、マティアスがあんな声を出せると知るにはお前がどんな状況に置かれてたのかを考えたのさ。怖っ、何この尋問。お気に入りのお一個か。なんだって。他の子たちよりも長く膝の上に座らせら。怖いよ。やめな。おじさん、おじさん、あのボタンを使った技を見せてよ。いい加減しろ、あと一言でも言ってよ。あんたの顔に穴をぶち開けてよ。カッカするな、冗談だって。悪い冗談だ。よし、いなくなった。終わんねえ。1時半、撮影、やっぱこういう映画の撮影って大変なんだね。うん、まあプロレスですけどね、中で行われてるのは。終わった。お、マティアス来てる、来てる、来てる。よし、終われ、逃げろ逃げろ、床拭け。やあ、そう、カメラ。お、コロツキ2人。ああ、マティアス、あんたのおかげで助かった。今回のことは忘れない。ありがとう、アダムスキー。そうだよね、マジで何があったの。もういいよ、もうその話漏れちゃうからやめて。本当に外部に漏れたくないんだ。僕はここの責任者だってことをね。お腹減ってきたけども頑張って12枚切符切りましょう。マッシュルーム神父より通報、教会の付近で騒ぎが。あらら、まだ全然切符切れてないのに。うわ、クソ、耳が。あのガキども何してる。悪ガキども、遊園地じゃないんだ、出ていけ。え、どういうこと。ああ、出てきた出てきた。何、入ってみよう。何があったんだ。おはようございます、神父様。神の祝福を。騒ぎが起きてるって聞きましたけど、この子たちが頭痛の種。
あーなるほどね、騒いでんのか。あそこの小さな娘なんて100回はここへ来てる。一人特にずる賢いのが国会部屋に入り込んで信者の懺悔をひどい秘密だよそれ個人の。やめな、コンプラがすごいゆるゆる。今の話に面白いところなどないぞ。その子供がおかしな内容の許しを出してなければ私も気づけずに行ったところだ。とにかく頭が痛い、君の手を借りたいのだな。まあまあまあちょろいですわこんなもん。おい悪ガキども、何やってた。引っ張っていけるんだぞ貴様ら。なんて言ってたんだ。全部ミッキーが考えたこと。ミッキー誰。室外機を叩いてクンバヤを演奏なんて悪趣味だ。それでめいめいうるさくなってきたらあの神父が走ってきて、そりゃ怒るだろ、さっさと失せろ。銃を撃たれたくなきゃな。いいのか、引き金を引けるんだぞこちらはいつだって。1チケット、映画、どうすればいいの。映画チケット、どうやって映画チケット、え、映画チケット、この人かな、チケット。どうも、この群衆はここで何をしてるんだよ。なんだよお前さん、遅れてるな。アメリカ全土でストーンのプラトーンが、プラトーン、あれマジ最高だよね、オリバーストーンの。そんなに黒いのか、最高だぜ、マジで最高ですあっちの連中はなかなか厳しそうだね、列が動いてないしさ、多分チケットが完売だって知らないんだろう。誰かプレゼントしたかったんだがいい知らせがある。おお、チケット余ってる。コンテストが行われる。紹介上映まで時間もある。チケット欲しいんだ。すげえ、ちょうど3枚。金多めに払えちゃダメなのか。マジか。オデオンで最近上映された映画に関する問題。よし、始めてくれ。ザ・フライでジェフ・ゴールドブラムはどうやって自分の遺伝子を兄弟の昆虫の DNA と混ぜ合わせたのか。余裕だね。空間転移装置です。ハエが混ざっちゃったんだよね。トップガンのラストシーンでトム・クルーズは何をしていた。やべえ、なんだっけ、あ、これだね、余裕。さすがにこの2択は余裕ですわ。ハイランダーのクリストファー・ランバートにとって一番大切な体の部位は、頭かな。よかった、ハイランダーだけは見てないんだよね実はレンタルビデオ屋になかったんだよね。ほら、くれ、せや、でやっけ、でやって、あいほー、もうチケット目の前だったのに。まあ、あれだね、子供たちにちょっと警察の怖さを伝えれたんじゃない。この鬼のタックルってね、下半身タックルで犯人を突き倒して、よし、これで、あぶねえ、時間ギリギリだね。ふう、チケット持ってきたぞ。ラビリンスのチケットだって、デビッドボーイ最高。これデビッドボーイなんだ。あ、よかった俺に言うんじゃない、チケット早く渡せよゼロガキども。こちら421、問題は解決。やれやれ、神父さんどうした。金はかかったけどね、なかなか大変でした。チケット12枚無理か、マジで無理だ。どうなりましたでしょうか。警官は上がって、まあクルーは下がった。市民らになんとか好かれています。あぶねえ、ノルマ達成、無効な切符1枚、それは仕方なし。マッシュルーム神父の通報にを遵守、給料受け取った、引かれない、久々だね 100% のミッションクリア。いやー、これ予定では21日、3週間でこのね、
ストーリー終わるってなってたような気もするんだけど、正直終わる気しないですよね。まだまだ続きそうな予感がしますけども、まあね、次回やってそれを真偽を確かめてみようではありませんか。というわけで、面白いと思った方は評価ボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。次回もお楽しみに。アリベデルチ。